ゲーム必死の対決に大観衆の期待は高まるばかり。全日本対オランダ、ここスタークラウンスタジアムは興奮の熱もと化しています。そして今大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。緊張の面持ち、選手たちのこの一戦にかける思いがこちらにも伝わります。この一戦にかける選手たちの意気込みがその表情から伝わってきます。それでは両チームのスターティングメンバーをここでご紹介します。メンバーのチームからチャンス、ゲーム陣を切り裂く。センターラインを越えたセレクトレーが俺は横に飛んだ、ゴールを守った。パントキック、どこまで外れるか。このパスは外します。あっと奪い返した。ガーシここは抜かせません。ダメだ、ゴール奪取成功。ガーシュ君激しいタックル。翼君これは南米式のドリブルだ。敵陣で攻め込みます。これは南米式のドリブルだ。一度にスティックでゴールシュートに向かって飛んだ。パントキックで大きく蹴り出した。クリスマスさん、このボールのコントロール、激しいタックル。ボールは友達、私も渾身のスピード。フラノステルド、ドールマン君懸命に勝ち出した。パスを受けた、ここは抜かせません。このクロスは通るか。このセンタリングを物にできるか。体ごとぶつかっていった。ガノ君、カズマトスのような動き、ここは抜けた。モールズ君、タックルを決めた。ヒューティング、ここは抜かせません。連続突破で見せます。鋭いスライディング、体ごとぶつかっていった。ガノ君、これは何でしょう。ボールは友達、カズマトス、それをはめてくる。激しいタックル、激しいシュート、ドールマン君このキューに反応している。あれを決めなくちゃ男じゃない。どけ、どけ、トッパーだ。パスを受けた、ジャーが決まった。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。キューに次にかわしていく。ロータリーがヒット、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。シュートだ、ボールはまだ生きている。ヒューラ君、これはオフサイドです。クリーキックからのリスタート、蹴り出します。パスを回す、またぶつかっていった。ミサキさん、スペースにパスを出した。早くだ、ミサキ君、素早く横にかわす。ボールの成功、佐野君、タクボールをかわした。カズマトスのような動き、シュートにかわしていく。佐野君、シュートを振り抜きシュート、ドールマン君ゴールを守った。パントキック、どこまで運べるか。クリスマン君、このボールのコントロール、ビューラー、ここは抜かせません。ドールマン君、佐野君、ここは抜かせません。スライディングでカットオランダ、チーム一丸とのラジカル攻撃サッカーの策略はチャージが決まった。体ごとぶつかっていった。クラス、これは一度は切り替えられるか。チャージが決まった。アウト、両足でアセット、ここは抜かせません。横を振り抜けた、一度のハイブリッドシュート、シュートにジャンプで反応。ドールマン君、これはキャッチできない。クリアできない、ここは抜かせません。さあ、ゴール前です。連戦ブリンク君、パスを回す、激しいタック。さあ、前半アディショナルタイム突入、ドライブシュート、前半を終えた。ドールマン君、ゴールを割らせません。ハンドキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。スライディングでカット、クライフォート君、切り返してかわした。サーバ君、激しいタック。ゴールズ君、スライディング。全日本、前半を有利に
ついに姿を見せました。その一挙手一投足が注目されます。さあ注目の後半戦、このパスは倒れない。これは何でしょうか。ボールは友達、まだまだ豪快に進行。ボール横に飛んだ。ボールはまだ生きている。フィッシュ、これを取った。オランダ、ここからカウンターを仕掛ける。激しいタックル。水着くん、それ水着くん、飛行士の華麗な技だ。はぁ、キューガ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 、止めた。パントキック、どこまで運べるか。長尾さんが飛んだ。クライフォート君、絶対に勝つ。そろそろ奪い返した。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。よし、ここは豪快にシュート。クライフォート君、横に飛んだ。これはキャッチできない。ペントリス君、ここはクリアだ。パスを回す。クラッチが決まった。そこ、水着くん、これでセンターラインを越えて攻め込む。まそれクリア。パスを回す。体ごとぶつかっていった。翼くん、ここは抜かせません。ここからシュート、ライブシュート。このシュートを体で止めるつもりだ。ブロックを違うゴール。ゴールマンくん、これはキャッチできない。キックを回す。翼くん、体ごとぶつかっていった。ここでチャンスを潰します。ここは抜かせません。チャンスを作れるか。翼くん、豪快にシュート。これも止めた。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ヌルドイスライディング。全日本、これは戦い方を変えてきたようです。ここで作戦を変えてきました。ヌルドイス巧みにひょいとかわした。それ、ヌルドイスライディング。ここからチャンスを作れるか。シュート、若林くん、ゴールを守った。